ラ,イジンランドマークにて朝倉ミクルバーサス牛久潤太郎が行われ、朝倉が見事判定3対0で勝利しました。しかし今回の試合では、牛久の攻め方についてさまざまな論争が巻き起こっています。朝倉は終始自分からプレッシャーをかけ、KO を狙う展開に、これに対して牛久は朝倉の膝、キックを警戒し、サウスポーで構えハイガードを取るスタンスでした。そして牛久の作戦としては、足を使いサークリング。 引き込みで三角と体力消耗をさせ3ラウンド目で打撃勝負する作戦と試合を語っています。朝倉自身も惜しくの引き込みに関しては想定外とコメントしており、作戦としては良かったのではないでしょうか。しかしこの引き込み後にラバーガードから三角を狙う感じは見えましたが、朝倉に対応され決めかける場面もありませんでした。ここで引き込みを諦めるかと思いましたが、ここからも何度も引き込む展開に、朝倉は三角を警戒し、パウンドは打たず、 金網に牛久を押ししし付けしっかり対処します1、2ラウンド終了しても朝倉はそこまで疲弊している様子はなく、牛久としては厳しい展開に、牛久が勝つには KO、明確なダウンまたはフィニッシュ寸前の決めを見せるしかないと思われましたが、またも引き込みを選択。試合前に斎藤豊が言っていた、朝倉は KO を狙う、牛久は判定で勝てればいいこの気持ちの差が勝敗を分ける。 まさにこの通りの展開になっていたと思います試合後牛久は練習では柔術黒帯の選手たちから三角を決めていたので自信があったと発言そして朝倉のグランド能力は想定内と発言していたのでおそらく三ラウンドを通して本人は決めきる自信があったんだと思います牛久はこの敗戦によりトップ戦線からは一歩後退したのではないかと思います皆さんはこの試合どう感じましたか